金属って何でしょうか今皆さんが腰掛けられている椅子も含めましてすべてがいわゆる材料を使って作られているわけですその中で特に金属というものが何が大事かと言いますと強いですとか熱を伝えやすいですとかあるいは加工しやすいというような特性がありますその中で特に大事なことなんですがアルミニウムという材料があります今あの示しております写真はこれ私が東京駅で 撮影したものですこれを見て皆さんはまあ新幹線だと思われるかもしれませんが私たち材料工学をやっている人間はあアルミニウムが走っていると思うわけです。このボディはアルミニウム合金で作られています。なぜでしょうそれは軽いからです。同じエネルギーで車体を軽くしたことでたくさんの人を一度に運ぶことができます。これは自動車も同じで自動車も今までの鉄から比重の軽い アルミニウムに変わることで3分の1の軽さになりますから逆に言うと3倍の人あるいは3倍の距離を車であれば走ることができます周期率表でいきますと13番の元素ですこれにいろいろな元素を実は混ぜ物をするわけなんですが実際にこれは作る時は溶かして固めてということで材料にします実際にこれはアルミニウムの組織と言ってます 生物の同じで金属材料の中にはこういった結晶と呼ばれる今白いとか黒い画像で出てると思いますがこういうもので材料ができています。これ一個一個がそれぞれの特性を持っていまして同じ合金なんですが固め方を変えただけで結晶の形が変わります。それを実際に今これは引っ張り試験という形で材料の強度を試しておりますが赤い点線と もともとの赤い実線同じ位置にやりましたがこう上下に引っ張っておりますとだん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 伸びてきますこれが一個一個の結晶が変形をすることで起こるんですが純粋なアルミニウムというのは非常に弱いクッキングホイールに使うあるいは一円玉のような弱いということが皆さん頭の中にあると思いますがしかしその中に少し混ぜ物をしてやりますと今写真に出ておりますような化合物と呼ばれるものが出てきますこれが原子レベルで アルミニウムの中でアルミを強くするという要因になりますこれを私たちは一生懸命これは電子顕微鏡で観察するわけなんですがどういう構造でできているんだろうそれでもって新しいアルミニウムを作るということができます衝撃吸収をして自動車に乗せたときにそれでもって人命を救うといったそういったことができますいろいろな化合物本当に周期律用にある組み合わせいっぱいありますから新しい合金をどんどん作ることができます 私も新しいものを見つけましたそういったものを学会発表とかをさせていただいております本当に身の回りにたくさんのアルミニウム製品がありますぜひ皆さんと一緒に新しいアルミ合金を作っていきたいと思っております <music>